よし、ちょっちょっ、ゆだかさん、なんだお前硬いな。事件です。事件だよ。事件です。何の事件？松坂選手が、うん、キャンプの時期にですね、右肩に違和感を訴えたということで、あれニュースになってニュースにもうすごい、もう新聞にもなってました。いや、そう、もちろんはい、見てますけど、はい、そのファンの方に、なんかその右肩、右肩を引っ張られたみたいな、右腕を肩を、はい、だいぶ強引にやられた、はい、右腕を引っ張られたと、それがまあ原因なんじゃないかなというふうに言われてるんですけど、キャンプはさ、はい、本当にファンと近いんだよね、うん、もう平気で歩いてすれ違いられる、はい、まあ、そういうところ歩いてたりだとか、はい、その球場からブルペンとか、うん、ブルペンから球場行くとか、まあ、本当に近いからさ、まあ、そういうことが起きてくるよね、うん、やっぱあれってなんていうか、あんまり別にこの、まあ、ガードマンというか、そこら辺はないんですか？あんまり一応ね、線はあるんだよ。ああ、なるほど。線はあるけどさ、ここからはっていう、やっぱりこう、寸剣できないじゃない、やっぱ応援してくれるし。そうですよね、まあもうなんか完全シャットアウトとかさ、なかなか難しいじゃない。プロ野球選手もファンあってのことだから、はい、まあ、ある程度の触れ合いっていうのは、まあ、楽しみながら、サービスしながらっていうことがあるじゃない、はい、やっぱサインするのでもずらーっと並ぶしさ、うん、でもみんな本当に一生懸命サインしてあげてるよ。ファンにとっては嬉しいじゃない。そうっすよね。なんかもう本当に距離が近いし、うん、シーズン入るとさ、全くそうやって触れ合うようなところってないです。それが楽しみで沖縄に本土から見に行ったりだとか、はい、いろいろするじゃん、まあ、沖縄の人は応援に行ってくれたりだとかさ、はい、寂しいニュースではあるけども、はい、気をつけてほしいなと思うよね、お互いにね。そうですね、ファンだけが悪いんじゃなくて、はい、松坂も油断してた部分はあるかもわからないし、だからそういう意味ではお互いが気をつけてほしいなっていうふうに思うよね、うん、だって距離感が近いっていうのはなんかすごく親近感が湧くじゃない。まあ、そうですよね。俺が徳のファンだとしてさ、はい、徳さんとか言って、はいはい、まあこういう感じでもなんかなっちゃうじゃない。徳さんがサインしてくださいとかさ。まあまあそうですね。これがやっぱこう人だかりの中で松坂さんって必死になって引っ張ったのかなって思うけどさ、ね。ああ、まあそっか、バーってこういろいろみんな集まってきてるんだったね。松坂だったらやっぱこう蜂の巣みたいに、そうですね、なんかなっちゃう可能性が強いじゃない。松坂選手自体もファンサービスがすごいいいっていうふうに言われてるじゃないですか、うん、皆さん。だから誰かわからないのはさ、はい、まだ顔と名前が一致しないっていう選手はさ、そこまで鈴なりにはなんないと思うけど、うん、そういう面ではそのちゃんとした、まあ、球団職員なり広報なりが松坂をガードするとかさ、ガードしとくとかさ、そういう配慮も必要かな、これからな、少しスター選手には難しいですね。でもそれがまたキャンプの醍醐味って言ったら、いやそれもありますもんね。それが楽しみだし、そういう触れ合いが全くなくなったらさ、ね、やっぱ寂しいじゃない。だからこの事件で各球団ものすごく神経質になるとは思うけど、はい、ちょっとした気配りで防げるかなって思うんだよね、うん、でこのニュースでファンもそういうことやっちゃいけないっていう認識もあるし、まあ、選手も気をつけなきゃいけない、うん、まあ、球団ももちろんそうだし、はい、そんなに神経質にはなってほしくないなと思うけどね。提案なんですけど、ガードマンとかをバイトみたいな感じで募集とかしたらね、ファンの人で。いや、ガードマンっているんだよ、球場には。でも選手が足りなくないですよ、選手専属っていうのがそういうわけじゃないですか。選手の個々の選手につけるっていうさ、予算の問題もあるよね。まあ、かかっちゃいますもんね、結構つきたい、出してやるよ。いや、出してほしいですよ。行けばいいんじゃない、フリーで、フリーでガードマン。フリーでガードしていいんすか。そんなに通らないの。いやいやいや、いやいや、もう本当右手引っ張りますよ。それいいじゃん。お前なんて逆に伸びて、また球速も上がってくる可能性ある。普通に叩かれることまで伸びる。バカ。誰言ってる。ダメですよ。ダメですよ。いや本当に。そんなことしてダメですからね。でもね、なんかあとなんかそのサインの転売とか今すごいじゃないですか。いやそうらしいですね、本当。同じ人が何枚ももらってそれを転売していくっていう。だからサインをしなくなってる人もいるよね。ああ逆にそういうこともある。やっぱ転売に利用されるというさ。難しいです。サインしなかったらしなかったで、あの人ファンサービスちょっと良くないって言われるのも、また選手の方もちょっと嫌ですもんね。それって信用して買うのかな。例えば書いてるところの写真とかが付属としてあるとかさ、はい、そういうんじゃないんでしょ。でもそのものですよ、うん、ものだけでしょ、うん、いや球団ではさ、はい、箱でドーンと置いてあるんだよ、サイン色紙が、はい、それを時間がある時に書いてくれって、はい、もう本当にキャンプの時書いたよ。でもこれ誰が書いたか本当は分からないじゃない。まあそれを書いたり、はい、偽で書ける人っているからね、その中には、はい、だからもう買わないように、そういうのは、そういうのは
日高さん、影武者いたんすか？俺もサインかけるポストライター的なそれはいなかった。だからもう、はい、自分で書いてだから俺は昔のサインを持ってる人は、はい、全て正しい、全て正しいですよ。直筆、直筆、まあ、直筆、まあ、直筆ちゃんと書いてますか？それは信じてください。そうそうそういやだからそのプリントもあるよな、中には。ああ、そうですね。プリントは仕方ないけど、はい、書いてるやつは俺が全部書いてる、うん、だからそれは信じてます。おー、まあ、今回もね、あの現にファンの人にサインも書いてるっていう、そうですね、言ってますもんね。いやだから松山の話だよね。そうですね。神経質になるのが一番またファンとの距離がなくなるから、はい、お互いに要注意と。だから昔にね、門田さんっていうホームランバッターがいたの、はい、南海に、はい、南海時代にね、まだでホームラン帰ってきてハイタッチした時にさ、はい、右肩がなんか外れるっていうかさ、はい、衝撃が食らって登録抹消になったとかさ、だからそういうこともあるわけよ、選手同士の中でもね。だからちょっとしたことがさ大怪我につながったりとかするから、お互い気をつけてね。はい、そうですね、うん、まあでもプロ何十年って続いてて、はい、こういうことってのは本当まれなことだから、はい、あまり神経質にならない、うん、ファンとの距離はそのまま保ってやってほしいなと思いますね、まあ、ある程度のマナーを守って。まあそうだね、そうですね、お互いにね、お互いに選手もファンの方も、はい、ファンだけのせいじゃないよ。そうですね、そうですね、互いに、はい、プロ野球を盛り上げましょうということで。なんか締め弱っ締め弱くない？プレーに盛り上げようと、はい、松原大丈夫、必ずマウンドに戻ってくる。おあ、まあ、絶対大丈夫だ。あいつはね、ファンのために戻るよ。おわかっこいい、絶対そう、そういう男だから頑張ってください。